僕は道具には全然こだわらないですよ。まあほとんどの美容師さんそうだと思うんですけど、やっぱお金ないし買えないんですよ。僕なんかカットの人だからいいハサミとかね使いたいし、そういう思いはずっとあったんですけど、もうだから20代で結婚して子供できて、でそんな大した稼ぎもないし、ハサミ高いじゃないですか、1本10万とかね、買えないっすよ。家計が赤字なのに10万のハサミなんか買えないっすよ。でだからやっぱこだわれなくって、その中でずっとやってて、僕は自分がより良いカットをするっていうのじゃなくって、あの多くの人たちにその切れるっていうのを届けていくっていうので僕はやってるんで、だからやっぱり多くの人がこんなこだわりのハサミなんか買えないっていうのがあると思うんで、うん、で僕ももうずっと一番最初使ってたハサミは、中古品で1本2万で買ったシザーとセニングセットで4万円っていうのを10年以上使ってて、今使ってるハサミがこれなんですけど、 SCJ シザーって住吉カット塾ですね。オリジナルシザーです。作りました。ちなみに販売もしております、 SCJ シザーと1時間ちょっとあるわけですね。直していっちゃいましょう。僕個人もやっぱりお店でサロンワーク日々やっていく中で、カットに対してももっともっと向上したい思いがあるのと、自分のカットにいい意味で疑問を持っていたので、今日セミナーに参加させてもらいました。他者からの目線でアドバイスをいただいてるので、まあ、それを活かしながら、まあ、明日からのサロンワークに活かしてもっとより良いショートヘアをお客様に提案しながら、自分の美容師としての技術をもっともっと今日は高めていきたいなって、率直に思ったので、まあ、明日から、ウィッグ引き出してまたカットを練習しながら日々努めていきたいなと思います。ありがとうございました。某大手全国チェーン店で十何年か働いてたんですよ。中部エリアのスタッフ教育全部僕がやってたんですね。でだからその当時からやっぱり教育っていうのはすごく大事にはしてたし、業界的には全く無名だったけど、その社内ではというか、そういう教える活動っていうのはずっとしてたんですよね。でその時の経験があるから今やれてるなって思ってるし、でインスタ始めた時にこうお客さん向けのヘアスタイル載せても埋もれちゃうなって思って、で別にバズろうとかそういうのはなくて、ただ普段教えてるスタッフに動画撮ってこれ載せとくから、これでいつでも見返しといてねぐらいの感じで載せてたら、なんかフォロワー増えてって、なんか勉強になりますとか言ってもらえたりして、あじゃあ元乗せようって言って載せてたら、なんか気づいたらこんなになったみたいなね。で今だから本当に狙ってやってないんで運が良かった、うん、まあ運だけじゃないですよ、実力もね、うん、これあれか、誰かに言ってもらうやつだ。フォロワー多いカリスマっぽい人とか、キャリアがある人、売り上げある人とかがうまいとは限らなくって、うん、僕は技術の人間だから、その売れるコツとかじゃなくて技術の話だけなんですけど、すごい人うまいとは限らない。逆に言うと上手くなれば売れるわけでもないんですよね、うん、だからなんかこう売れないから売れたいから練習する、それは正しいんだけど、絶対的なイコールではない。だからなんかやればやるほど深いなっていうのは最近すごく感じるところですね。僕ねカットだけじゃなくてね、やっぱカット上手い人って結構デッサンとかも上手かったりしますよね。結構自信あるんですよね。これか昔書いたやつですね。鼻どうしちゃったんですか。鼻これでしょ。鼻これでしょ。の本番10分前。それでは本番を務めたいと思います。
40秒前、15秒前、8、7、6、5秒前、4、3、2。皆さんこんにちは、ヘアキャンプナンバーワンカット講師杉吉野様です。僕自身が教育をやっていきたいって思ってずっとやってたんですけど、教育ってお金にならないんですよ。美容室経営において利益が出る、お金になるのはやっぱり営業サロンワークなので、そのサロンワークのために教育が必要なんだけど、教育自体はね利益生まないんで、後回しにされがちだし、教育にお金かけられない美容室が多くって、だから教育をする人っていうのも少なくって、だから教育する人の待遇がもっと上がるように、みんなカリスマ美容師になりたいとか、お店を出して店舗展開してカリスマオーナーになりたいとかって思うじゃないですか。けどセミナーの講師になってバンバン講習してそれで稼いでっていうイメージが、今でこそヘアキャンプとかで自分でオンラインサロンやってとかそういう人が出てきて目立ってきてますけど、そういうのなかったから、そういうのを目指すっていう選択肢がほとんどなかったから、教育頑張ろうっていう道がなかった。それを作っていきたいっていうのはあって、教育者を目指す人が増えるように、だから僕自身がこうね、僕だけじゃなくていろんな人がね、ヤベンジャーズメンバーの仲間たちとかそういうね、みんなでバーンと突っ走ってしたらそこが道になるんで、そこの道を行きたいっていう人が増えてくれたら美容業界良くなるだろうなって、僕自身ができるだけ多くの人に教えていく、伝えていくこともそうだし、それを見て自分も伝えたいよっていう人が増えてくれたら、その人たちが伝えれる人もまた増えるだろうし、そういう思いはあります。それではありがとうございました。さよなら。